おはようございます。今日は宮崎市内にカレー屋さんがオープンするので一番乗りを狙ってます。一番乗りシリーズ春菜庵バンクの提供です。宮崎市高松町330坂本ブライトの2階でございます。イアンバンク、あ、来た、1個来た、いいな、イアンバンク着きました。こちらが今日オープンのカレー屋さん、ロカルドです。元マルニボラーメンがあった場所ですね。隣も元一心ラーメンから長野食堂、そしてザ定食屋とリニューアルしてます。今日はカレー屋さんのオープンなんでカレー色のシャツを着てきました。あれ、ビッグフミだ、館長の息子さんだ。ビッグフミ鼻来てる、ね、で電話したら来てくれました。昨日お疲れ様です。お疲れ様。あ、オープン？オープンですか？あ、お友達も来ました。おめでとうございます。あ、おめでとうございます。どうも。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。一番で来させていただきました。基本ベース？カレーがもうベースであって、それにトッピングを乗っける形です、ね、これがじゃあカレーは1種類で、それにいろんなトッピングを乗せられます。お店の方おすすめのチキンカツをトッピングしました。来た？あ、こっちチキンカツトッピング偶然知り合いでした。あ、そうです、ね、ありがとうございます。カレーですね。まさかのここで会うとは。ありがとうございます。とんでもないです。こちらこそ。あ、来た。来ました、チキンカツトッピングカレーです。スパイシー系じゃなくて、この家庭的な甘めのカレーですね。そしてトッピングの分厚めなチキンカツです。これがノーマルカレーの基準ですね。お、行きました。どうです？美味しいです。美味しい。お、僕も行きます。いただきます。うん、お、おいしいおいしい。なんか懐かしい昭和のカレーの味がします。甘めで僕の母ちゃんが作ったカレーみたいな味がする。母ちゃん。ではここでカレーなぞなぞ。誰にも負けないカレーってなんだ。トゥ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 。答え、カツカレー。カツカレー。僕はカレー大好きキレンジャーなんで、また新しいカレー屋さんができて嬉しいです。次回も宮崎県を行ったり来たりします。